あるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事なあの人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが、楽しい日々を別れの日にした。殺されるかもしれない私の大事なあの人、私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じたけど、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、ありがとう優しいあなた、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日の手紙